皆さん、こんにちは。レック行政書士資格説明会にお越しいただきましてありがとうございます。えー、担当はレック専任講師のニトベがお話をさせていただきます。よろしくお願いします。はいえー、今日は、えー、行政書士の資格説明会にお越しいただきましてありがとうございます。えー、約30分ぐらいですかね。 行政書士の、まあえー、試験、それから仕事、まあ、どんな試験どんな仕事ということでお話をさせていただこうと思います。でまずは試験の概要を説明させていただいて、えー、その後であので、ー、業務をね 私も開業して16年ぐらいですかね、行政書士やってますけど、まあそこら辺の業務の話もね、えー、させていた,だかいただければと思っておりますので、えー、お聞きいただければと思います。で、今日は、あの、こちらのパンフレットのですね、こちらの方を手元にあると思いますが、えー、こちらの方を使いながらですね、お話をしていこうと思います。ですので、こちらのパンフレット、ページを開けていただきたいんですが、 えまずは行政書士の試験の概要からね、お話をさせていただこうかなと思います。えっ、ー、と、ここですね。14ページ、15ページですかね。で、行政書士の試験案内ということで、まあ、これ、隣のページに横断するような形で、えー、この上の部分に関しては、こう、時系列になってます。ここですね。ですので、まあ、ここから見ていこうと思いますね。 ではもうちょっと寄りましょう、はいでえー、と行政書士の試験ですがまずは願書というものを入手していただくことになりますが、まあ、願書の配布、出願というのが大体7月下旬から8月下旬ということになっています。で 受験資格行政書士の場合は、年齢、学歴、国籍に関係なく、これ、誰でも受験をすることができるということで、誰でもっていうのがね、あの、行政書士試験のまず特徴ということになります。そして、行政書士試験は、1年に何回かあるという話じゃなくて、1年に1回しかないと。通常ですと、この11月の第2日曜日。これが行政書士試験ということになります。で、まあ、願書の配布期間にまあ入手をしていただいて、 で、その間に願書を出すということになります。まあ、レックの方で申し込んでいただいて、えー、と合格講座の方、あのー、コース等を受講していただければね、あのレックの方から願書は皆さんにお渡しできますので、えー、わざわざ、何て言うんですかね、市役所とか、試験研究センターとか、地元の行政書士会とか、そういったところに行っていただかなくてもね、 あの、レックの方で皆さんにはお渡しできるかと思いますので、そちらの方で入手していただいて、で、入手した後は郵送かインターネットで出願ということになります。で、実験手数料はね、今1万400円ということになってますね。はい。で、この右隣、今度は、願書を出したら今度は本試験ということになります。11月の第2日曜日ですね。 で、11月の第2日曜日、1時から4時までの3時間ということになります。で、行政書士試験の試験科目としてはですね、この試験科目、2つに分けるということになっています。まあ、2つに分けるというか、2つの分野から出題されるということですね。で、行政書士業務に関して必要な、まず法令ですね。 法律の問題というものが約46問。よく、約じゃないね。46問出題されると。それから2番、行政書士業務に関連する一般知識ということで、一般知識というものも出題されるということになっています。そうすると、法令が46問、一般知識が14問なので、合計で60問というのが行政書士試験と。 いうことになりますね。だから60問の問題を1時から4時までの3時間で解いてもらうと。いうことだよね。1時から4時までという3時間で解くというのがこの行政書士試験ということになります。で、法令編の方なんですが、どんなまあ法律の科目が出るのかということになりますが、まずこの憲法です。 憲法。それから行政法。で、まあ、行政法ずっと括弧があるんですけれども、その後民法、商法、そして基礎法学と。えー、憲法、行政法、民法、商法。それから基礎法学と。これがまあ、試験科目ということになります。まあ、憲法に関しては、えー、個人の人権とか、統治に関しての部分。 特に人権なんかは判例なんかがね、よく出題されるという傾向にありますね。それから行政法。まあ行政書士と言って行政とついてるぐらいですから、まあ当然行政法からは出題されます。ただですね、行政法という法律はないんですね。で行政関連の法分野をすべて束ねたような部分というものが、いわゆる行政法と一般的に呼ばれているもので、行政関連の法というのがいっぱいあるんです。 ただ、行政関連の方というのも、その中でも試験に出る科目というのは決まってて、えー、行政手続き法、行政不服審査法、それから行政事件訴訟法と、まあ、これらが行政法の出題の中心ということになりますね。手続き法、不服審査法、事件訴訟法、ここら辺がまあ出題の中心ということになります。 まあこの手続き法なんかで言えばですね、例えば飲食店の営業許可申請をしたと、保健所に対して飲食店の営業許可申請なんかをしてで、それに対してどのように処分というものを内容許可、不許可決めるのかと、こういう事前の手続きのルールが定められている法律というものが行政手続き法だから、まあ事前の手続きのルールですよね。そういったものが規定されているのが行政手続き法ということになります。それからこの行政不服審査法。 これは、まあ、不利益な処分とか、えー、自分に対して何らかの処分が出たような時、それに対しての不服を申し立てるということで、えー、まあ、争うということになります。自分に対して飲食店の営業許可の取り消し処分が出たとか、このような場合、自分に対して不利益な処分ということで、それを争うということができます。で、これを争うんですが、どこで争うかっていうと、行政自身に、不服を申し立てて、行政、 えー、まあ行政不服審査法の原則的なルールでは、最上級行政庁というところに不服申し立てをしていくということになりますね。え、だから、事己的な法律っていうのが行政不服審査法です。それから、行政事件訴訟法。これも不服審査法と同じで、処分が出た後に争うという点では変わらないんですけれども、事件訴訟法の場合は、裁判所の方ですね。裁判所の方に、えー、処分の取り消しを求めて、 出訴していくと裁判を求めて訴訟を提起していくというそういう分野が行政事件訴訟法ということになりますでこの手続き法風俗審査法事件訴訟法はまあ基本的なね行政法の中心の3法になりますからここはしっかりこう学習をしていただくということが必要になります、まあ、あとは国家賠償法や地方自治法なんていうのがありますねこういうものも含めて、まあ、これで一般的に行政法というふうに言っているわけです それから民法ですね。これも科目の中では重要な科目です。まあ、民法に関してはですね、個人の権利利益の発生から消滅まで、えー、生まれてからはお亡くなりになるまで、一連の私的な部分というものが規定されているのが民法ということになります。えー、出生によって権利能力というものを取得して人が 個人の権利を得たり、義務を負ったりすることができる地位を得るということになります。そしてその人、まあ、自然人といいますが、自然人の方がどのような今度契約をするのかと。えーまあ、その契約、どのようにするのかなんていう詳細なルールが民法に書いてあるわけですね。そしてお亡くなりになった場合は、遺言というものを書きます。まあ、必ず書くというわけじゃない、ありませんが、まあ、遺言というものが書けると。 で、この遺言なんかに関しても民法のね、えー、ルールに則る形で書かなきゃいけないと。さらには人がお亡くなりになれば相続が発生し、えー、相続に関しても民法のルールによって相続文、相続人、こういったものが決められているということになります。で、こういった知識はですね、本当にこう行政書士として業務を行うような時、 あの、皆さんが試験に合格して行政書士になったら、あの、市役所のね、あのー、まあ、相談コーナーとかね、えー、そういったところで、こう、行政書士が派遣されていってね、えー、市民の方から相談を受けるなんていうことをね、あの、やったりすることがあるんですよね。えー、そういう時に、こう、市民相談なんて言って、いろんな、こう、大体、こう、でも相談を受けても相続の話が多くて、 相続の相談なんていう時にこの民法の知識が十分役に立つということになります。はい。で、この民法とこの行政法が行政書士試験では出題の中心になりますので、効果的な学習を進めていくためにはこの行政法と民法です。この行政法と民法に、 え、こ、力を入れて学習していただくと効果的な学習ができるということになります。それから、商法ですね。まあ、商法、この中に会社法も含まれて商法というふうに引用期されてるんですが、まあ、商法は商人同士の取引です。まあ、民法の場合は、まあ、一般人同士。一般人が取引をするような時は民法の規定が適用されますが、商法の場合は商人同士とか、 そういう取引の関係のルールなんかがこの商法に規定されているわけです。商人の場合は、大量に、迅速に、継続的な取引というものをするので、民法の一般的なルールではなかなか賄えないということになっちゃうんですよね。ですので、こっちの商法、商人同士の特別なルールというものが規定されるという意義があるわけです。それから最後に、まあ、基礎法学ということになります。 まあ基礎法学はすべてに共通する、すべての方に共通する共通ルールみたいなものをね、こう学習していくのがこの基礎法学ということになります。まあすべての法分野の共通ルールなんていうのも当然出題されるんですが、この基礎法学の中では近年のあの司法制度改革とか、 そういったことも話題としては出題されているという状況になりますから、使用制度に関するニュースなんかはね、あの、しっかり見ていくということなんかは十分試験対策になるんで、え興味を持って今後見ていただければと思いますね。はい。さあ、これが法令ということで46問の出題です。次、2番。行政書士業務に関連する一般知識ということになります。で、行政書士は法律系の資格なんですが、 法律系の資格であるにもかかわらず、この一般知識が出題されるというのが特徴のまた一つということになります。で、一般知識ってどんなものが出題されるのかなんていうと、政治経済社会というところからね、まず始まるんですね。で、この政治経済社会はなかなか範囲が広いです。 政治経済社会と一般的にね、あの範囲を区切っているので、非常に範囲が広いということになります。で、レックの方でもですね、当然テキストも作ってますし、あの、それに対する講義もありますし、政治経済社会に関しては、あの、原則的な基礎的な知識というのはそれで身につくことができるんですが、政治経済社会の分野についてはですね、日頃のニュース、そういったものもこう試験に出てくるという傾向が近年あるので、 ぜひですね、あの先ほどのね、基礎学の使用制度改革の時にも言いましたけれども、日頃のニュースなんか、特にこの政治、経済、社会なんかのニュースに関しては、ぜひこう情報を自分から得るというような意識でね、試験まで1年間こう過ごしていただきたい。で、政治、経済、社会の範囲はとても広いですから、なかなかですね、あのー、一瞬にして勉強が終わる。 1>, 1ヶ月頑張って一生懸命勉強すれば政治経済社会の勉強がおるとかそんなことにはならないんですがものすごい範囲が広いですから。で政治なんかに関してはね例えば政治資金規正法に関するルールとか政治に関する献金事件の出題が出たこともありますしね、えー、それから公職選挙法に関する出題選挙制度そういったものが出題されてくるのが政治分野。 それから経済なんかに関しては、日本の経済、それから国際的な経済、こういったところも学習しますし、日本銀行の金融政策学習したりとかね、そういったこところもやったりする。ゼロ金利とかね、量的緩和なんていうのは過去やったことがあるんですが、そういったことも内容としては理解をしていくということなんかも必要になります。それから社会。これも範囲がなかなか広くて、まあ、社会保険の制度、なんていうのはまあ社会保障ですかね、社会保障の制度と。 いうことととで、えーまあ、生活保護とか、ね、介護保護護かか介険国民年金こういったことをこう学習していくのがこの社会の分野でさらに社会についてはですねえー、公害問題とかいわゆる環境に関するような出題というのもなされてきます、えー、過去ですね二酸化炭素の削減会議というのが日本で開かれたことがあるんですいわゆるそれコップ3というふうに言うんですけれども その京都会議のことコ COP3 といいますが、その京都会議 COP3 に関する出題が丸々1問出たということも過去ありましたので、本当に範囲が広いということになるわけです。ですから、もしですね、あの受験するということを決めたのであれば、政治、経済、社会については早めにどんどんこう準備をしていくということをやっていただきたい。 講義もやりますしテキストもあってレックでも対応はするんですけれどもそれ以上に自分の方から政治経済社会の知識は得るという意識を持って学習に臨んでいただきたいというところですね。で政治経済社会に関してはですね以前あの大学あここか高校の政治経済の先生がね 試験研究センターの試験委、e、員に名を連ねていたことがあって、そこら辺からですね、まあ大学入試レベルぐらいの政治経済の本はね、えー、十分使って大丈夫だなと印象を持ってますから、あのー、レックの方でも当然テキスト授業もあるんですけれども、それ以外にもそういったところの書籍とかね、それから新聞、えー、こういったところはこう十分にこうチェックしていくと。 ということで日頃の中でそういったところも少しずつ努力をしてい,ていただきたいというのがこの政治経済社会という分野になります、はい、あとはその後ですね、まあ、情報通信や個人情報保護ということで、まあ、情報通信インターネット用語とかインターネットのセキュリティ用語なんかが出題されてくるのが情報通信 で個人情報保護。これは学習がしやすいですね。一般知識の中でも学習がしやすくて、個人情報保護法という法律がありますので、まあ、特にその個人情報保護法。最近はですね、個人情報保護法と行政機関個人情報保護法が一つの統合された法律になるという改正があって、なかなかボリュームが増えたんですが、ただ、昔も行政機関個人情報保護法は、 試験範囲と考えられていましたから、まあ一つの法律になったということでね、まあ捉えやすくはなったのかなと思います。だから、まあ個人情報保護法という学習する対象がこれはもう決まってるので、ここは学習しやすいかなと思いますね。それから最後にこの文章理解というのがあります。これはですね、国語の長文読解問題です。国語の長文を読んで答えを探すと。 いうタイプの問題が3問例年出題されているということになっています。で、えっ、ー、と、国語の問題の出題形式というのは、大体決まっていて3パターンあります、えー。3パターンっていうのがどういうものなのかっていうと、まず一つ目がですね、長文を読んで、その長文に合う内容のものを一つ選択肢から選べということで、内容を把握しているかどうかと。 いうことが問題となる内容把握問題と呼ばれているものですね。これが一つ。それから、長文がブロックに分かれています。例えば、あ、い、う、え、おなんていう5つのブロックに文章が分かれていて、この文章5つのブロックを適切な順序に並べ替えて、適当な順序に、えー、適切な順序に並べ替えなさいという問題。これが並び替え問題ですね。 それから長文がですね、虫食いの穴状態になっている。穴が開いているところがあります。そこに適切な言葉を補って、えー、これも適切な文章を最終的に完成させなさいというのが穴埋め問題です。だから国語の問題としては3パターン考えられて、内容把握問題、それから並び替え問題、それから穴埋め問題ですね。この3つ。この3つでこう出題されるという傾向になります。ただ最近はですね、 もう10年近いと思いますけどその中でも2つしか出題されてませんえっ、ー、と内容把握は出題されてないですね近年最近ねえー、出題のパターンとしてはだから並び替えとか穴埋めこういう問題が多いというのが近年の国語の問題ということになりますでこれはですねこの傾向は受験者の方にとってはいい傾向かなと 考えられますね内容把握の問題が出るとですね長文を全部読んだ後5つの足全部さらに読んでですねでそれどれが内容合ってるか間違ってるかっていうのを探していかなきゃいけないので読む量が多くってなかなかね時間がかかるんですよね答え出すまでにねだから内容把握が出てないというのはいいことで まあ文章理解の中でも、えー、穴埋めや並び替えだったら、あのー、接続詞の前後関係とか内容の前後関係を見ながらさらには足の方からもうああいう絵をなんて見ちゃえばいいから、えー、答えを探すのに比較的時間はかからずに回答までたどり着けるということになるので、えー、これは受験生の方にとってはいい傾向かなと考えられます、まあ、文章理解、えー、長文読解の問題がまあ3問という形で出題されるということになりますねはい。 で、こういう形で一般知識は14問ということになりますね。だから合計60問というのが行政書士試験です。では、11月の第2日曜日に試験が終わったら、今度は合格発表が翌年1月の末に大体あるということになっています。1月下旬合格発表なんですが、で、ここに表がありますね。見ていただきたいのは、このオレンジ色のですね、折れ線グラフです。 これは合格率を表しています。で合格率見ていただくとわかるように一目瞭然で、大体ですけど、まあ10%ぐらいかなというところですよね。まあ10%前後ぐらいで合格率は推移しているということになります。だから、まあ100人いれば10人合格するし、10人だったら1人と、まあ10%ですもんね。そういうぐらいの合格率ということになっています。ですので、 あのー、昔はね、行政書士試験簡単だった年なんていうのもあったようですけれども、本当に結構昔ね、えー、ですが、今はもうそういう試験じゃないということになります。過去ですね、本当に難しかった時は2.62%とかね、2.89%なんていう合格率の年があったですよ。それぐらいの時があったんですが、まあ、今はだいたい10%前後で落ち着いているということになりますね。はい だから、まあ、1人で学習して合格できないとは言いませんけれども1人で学習するとなかなか合格までには時間がかかるんじゃないかなと、えー、まあ予備校等を使っていただいて、えー、まあ情報の集約とか、えー、法改正の情報とかそういったところはもう全部ね、えー、予備校の方レックの方で皆さんに提供できますし答案の練習なんていうのもできますからぜひね予備校を検討していただければと思いますでは 合格のための3つのポイントということで、このページの今度下、ここを見ていきましょうか。で、まあ、合格基準というものを見ていきたいんですが、どういう点を取ったら合格できるのかということになるんです。で、合格基準は、この3つ、要件1、2、3、どれか満たせばいいということじゃなくて、これね、いずれもなんですよ。すべて満たさなきゃいけないということになるということです。で、 まず見ていただきたいのがこの要件の3番なんです。で試験全体の得点が満点の60%以上なので、行政書士試験の満点は300点満点だから60、60%っていうと180点取れてればいいと。だからそう、180点取れてれば、他の人と競う必要もなく、試験に合格ができるということになります。 これはだから他の人と競わなくていいので、運転免許証なんかと同じですよね。自動車の運転免許は確か90点ですかね。えー、取れれば誰と比較するわけでもなく合格ができるということになりますから、えー、自分の絶対評価ということで合格ができるというのが行政書士試験です。ただ、この180点取れていてもですね、不合格になってしまう可能性があるんです。それがこの要件の1と2ってやつなんですけど、まず要件の1。 行政処置業務に関して必要な法令科目の得点が満点の50%以上と。で、これ、基準点と呼ばれています。この要件の1と2は。で、法令編の満点が、ま、あー50%以上。法令の点の、えー、満点の50%以上を点を取ってなきゃいけないと。そうすると、法令の満点が244点なので、50%以上っていうと、122点以上得点を取っていなければいけませんよってことです。 で、これはですね、大丈夫です。あの、レックの方でしっかり1年間学習していただいて、えー、まあ予習はいらないですけど、復習の方をしっかりしてもらってね。で、次の講義が来る前までには復習が終わってると。そういう形で、えー、学習をこなしていき、で、さらには過去の問題もやりながら、えー、そういったことも問題解きながらね、インプットアウトプットをしっかりやって、復習もしっかりやっていくと。え、いうことであれば、この法令の基準点については、 これはもう、あの、クリアできると。いうことが言えると思いますね。で、問題はですね、こっちなんですよ。要件の2なんです。行政書士業務に関連する一般知識科目の得点が満点の40%以上ということで、まあ、法令の基準点があるんですが、一般知識にもこの基準点というのがあるんです。で、一般知識の満点は56点だから、 この56点の40%以上っていうと、24点ですねって書いてあるんですよね、ここにね。で、これなかなか分かりにくい数字なので、分かりやすい数字にするとですね、どうしようかな。一般知識の問題の出題数は14問でしたね。で、これが40%以上っていうと、6問ってことになります。6問以上正解していなければいけないってことです。で、これがなかなか厄介で、 先ほど言ったようにですね、一般知識は政治経済社会があるためなかなか範囲が広い。そうするとですね、法令編の方で180点取れてい,いるんですけれども、一般知識の方で正解の数が5問しかなかったので、基準点突破できず不合格になるで。こういうパターンがあり得るっていうことなんですよね。なので、行政書士は法律系の資格ではあるんだけれども、政治経済社会というものも、 この一般知識もおろそかにできないということになるわけです。だから、もしね、あの、受験するということを決めてるんなら、どんどん早く政治経済社会に関しては、学習をし、やっていっていただくと。で、少しずつこうね、えー、潰していくというようなことで、一年間過ごしていただきたいということになるわけです。はい。さあ、こういう形で、行政書士の試験の概要ということでした。では、 今度はですね、えっ、ー、と、時間がなくなってきちゃいましたが、行政書士の業務、こちらの方を見ていきましょう。今度は14ページですかね。こういうページがね、あると思いますが、えー、行政書士のフィールドというところですね。 で、えー、特にこの右側が業務の内容ということになってます。業務の内容になっている。許認可業務ということですね。で、まあ、行政書士の業務はこの許認可業務と、下の民事企業法務、まあ、書類の作成、それから権利義務関係に関するまあ書類の作成ね、えー。こういったこと。まあ、こういうものがね、結局業務としてはできるんです。 ここら辺だよね。観光所に提出する許認可の作成手続きの代理とか、権利義務関係の、まあ、書面の作成。こういったものが行政書士の業務になります。で、まあ、行政書士のメインの業務って言ったら、まあ、許認可業務っていうのがね、まずは思い浮かべられるかなと思いますね。で、特にこの建設業の許可申請とか、こういうのはもう本当にポピュラーな、有名なね、行政書士業務です。建設業の許可というのは、 えっと、工事の請負い代金が500万円以上の工事を請け負うような場合は、その建設事業者は建設業の許可を受けていなきゃいけないというルールになってます。で、この建設業の許可は都道府県知事等からね、受けるということになるんですが、この時膨大な作成資料、まあ、資料を作らなきゃいけないんですね。で、それを会社の社長さん一人で作るっていうのがなかなか大変で、そこら辺行政書士が入っていって、えー、書類の作成から、まあ、提出までしていくと。 いうことなんかが建設業許可の、まあ、申請ですね。あとはえ外国人の在留申請とかね。えっと、風俗営業の許可申請。まあ、パチンコ店とかね。こういったものの,あの営業なんかは風俗営業ということになります。それから飲食店の営業許可申請とかね。え自動車関連の業務。まあ、車庫証明取るとか、えー。あとは特殊な自動車の通行許可とかね。 特殊車両の通行とかそういったものも許可自動車関連という形でひと、まあ、目ずつにまとめることができるかなというところですねこれらは行政に対して許認可申請を提出するという業務になりますそれからこっちの民事企業法務 こちらも行政書士の業務としてはとてもポピュラーでですね、まあ、この相続業務なんていうのは行政書士業務としては1つポピュラーな業務ですね人がお亡くなりになれば相続が発生し相続が発生すると金融機関の名義変更等しなきゃいけないと金融機関の名義変更をするときには遺産分割協議書を作成して相続人が誰かそしてその相続人のうち誰が相続分をどれぐらい持つのかなんていうのを決めなきゃいけない こういったところの書類の作成なんていうのをやっていくのが、この相続業務なんて呼ばれているものです。それからさっき言った少しね、遺言書の作成。こういうのも行政書士業務の一つということになる。まあ、遺言書は本人が作るんですが、遺言書のだから作成のサポートですよね。こういったことをしていくということです。あとは契約書。こういったものも作る。えっ、ー、と、弁護士の場合はですね、紛争になった後、紛争を解決すると。 そういったところまで弁護士の場合はできるんですが、行政書士の場合はね、紛争になってしまうとね、代理権というものが得られないので、そこまでの業務っていうのはできないんですよね。だから行政書士については、この契約書の作成っていうことで、紛争にならないように、事前にお互いちゃんと取り決めておきましょうと。ということで、まあ予防法務っていうんですかね、行政書士はね、えー。そういったところが、まあ行政書士の業務になるんで、契約書を作って、 紛争がなないいいようううにしまししままょうなんててことでサポートしていきます。あとは内容証明郵便の作成ね。えー、買ったけどこれいらないなんていう場合は一方的に解除ができるクーリングオフの制度を使って解除していきますが、こういったものを内容証明郵便で郵送すると。こういったことがまあ行政書士の業務ということになります。はい。で、まあ行政書士の業務。 うん、私もねずっと開業して16年17年ぐらいになるんですけどなかなかね開業当初は仕事がすぐにあるということではありませんでした、えー、行政書士になったら、まあ、どんどん営業なんていうのもね、えー、やっていく必要があります最初はね私は飛び込み営業で、えー、車のディーラーに飛び込み営業して車庫証明やらせてくださいなんていう営業なんかもしましたけどね えー、これ全く仕事にな、ね、ならなかったです、ね、もう地元の行政書士さん大物の行政書士が地元にいてね一手に安い価格でその先生引き受けてたから、えー、新参者の私が受けるなんていうのはねそれはもう全然できなかったんですね。で営業これは他になんかやらなきゃいけないなと思ってね次にやったのが。 え、遺言書の作成のチラシ作ってですね。で、それを夜な夜なポストに入れていくという形のね、営業なんかもやりました。でもこれもね、2000枚ぐらい吸って入れていきましたけど、折り返し電話があったのが2本ぐらいで、本当に労力だけかかってね、大変で、これもすぐやめましたね。で最終的に私行き着いた営業がね、あの、ホームページ作りましたね。 ニトベ行政書士事務所のホームページ作ってでそれを Yahoo! のねビジネスエキスプレスっていうのに登録してでそこからこう検索で上位に優先的に表示されるっていう機能がそれあったんでね今はもうないんですかねあれね、えーまあ、そういうことをやってで優先的に表示されるようになった、まあ、私の事務所は千葉にあるんですがだから千葉相続手続きなんて検索してもらうと、えー、私のホームページ上位に検索されるようになるんで えー、そういったところからもう最初の仕事が来たなんていうのが私の一番最初の仕事でしたね。でそういう形でちょこちょこ仕事を始めたらですね、まあ、学生時代の先輩なんかが「えー、お前行政書士ならねあの外国人関連の仕事うち一泊からやれよ」って言われて「あそうですかありがとうございます」ってね、えー、そこから私は特に今はだから外国人関連の、まあ、業務なんていうのがメインの業務という形でやらせてもらってます。 だからまあ開業したらね、あのすぐさま仕事というよりは、どんどんこう自分が行政所持であることを世にこう情報発信していかなきゃいけない。えー、こういうことが私行政所持でできますよなんていうのはね、えー、どんどん営業という形で情報発信をするなんていうのはあのやっていかなきゃいけないことですね。まあこれはただ合格後ということになりますんで、とりあえずはもう試験に集中するということでね。 えー、試験に集,集中して、えー、行政書士試験の合格というものを目指して効率的な学習というものを進めていただければと思います、まあ、そのためには予備校等を使っていただいて情報の集約とかそれから情報の提供新しい情報改正情報こういったところは予備校をどんどんうまく使ってもらって、えー、短期の合格を目指していただければと思いますそれでは皆さん一緒に勉強頑張っていきましょうそれでは 本日の資格説明会のお話はこれで終了というふうにさせていただきます。お疲れ様でした。